止めよう大志を抱け夢見て素敵になれ乙女よ大志を抱けあずらら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 。アクセサリーを持ってきたよね。それじゃあ、ウーボシ神の封印を解いてあげるわ。頼む。最近そのアイドルマスターにハマってます最近アイドルマスターにハマってます。アイマスのさ、正直アイマスのそのいいね、歌いいね。最近その乙女よ大志を抱けっていうのばっか聞いてる。あの子名前は分かんないんだけど、封印を解いた。これで、はい、わだつみね。うん、行っていきます。けどやっぱ、高槻弥生が一番可愛いわ。高槻弥生。アイマスいいよね。遅いかな。今頃感あるかな、もう。アイマス。もう、今は、やっぱラブライブなのかな。今話題、まあちょっと話題だけどね。あんまり言うとあれだから、ちょっと伏せておく。すごい言いたいけど、いろいろ言いたいけど、そのラブライバーさんと敵に回すわけにはいかないからね。うん、恐れている。でも、はい、されている石表情、はいはい。ラナルイオン。何ラナルイオンって。ラナリオンって何？はい。ラナルフターの逆版か？ラナリオン。今いる場所の天候を変化させる。あ、天候か。雨とかね、嵐とかね、そういうこと。あったあった。何これ、なんかキノコみたい。1万ゴールドありがたい。今めっちゃ金欠やったよ。ほんとさっきバイキルミン買いに行こうと思ったらお金全然なくて5個しか買えなかったの。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って。ああ吸い込まれる。次誰だろう。ポセイドン。ポセイドンじゃん。ポセイドンの白いやつ。白いドン。白いドンじゃん。なんだよ白いドンって。なんか宝箱ありそう。ないね。匂うぞ、プンプンと臭くてたまらん。ゲスの人間の匂いが漂ってくる。よくもズーズーしくこの和田摘み様の前に顔を出せたものだな、ゲス人間め。このわしから星のかけらを奪うこと一度では飽きたらぬというのか。だがわしも舐められたものような、たった一人で挑んでくるとは。その思い上がりを叩き潰してやる。大海原の怒りを知れ、ゲスの川谷の絵のの極み。バイキン。倒しますか。何してくるだろうな。まあ先方はさっきと同じ感じでいこう。まずは腐った死体を出して、このオリジナルを踊りに使って様子見をすると。聞かない。向こう普通パイル。
もしかしてパイルの4人全員でパイル打ったらめっちゃ強いんかな。そんなんあんのかな。だからありそうだよね。とりあえずバイション、バイションして、あーほう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 、津波アンカー打つ気だわこいつ。240歼滅の国、何が下がるんですかそれは。波紋やめてよ、強いね、いいね。まあ構わんか、まあもう売春をしていこう。その波紋で一旦相手を、賢さが下がる、あそれはいいわ、別に問題ないわ。それはザバマーター、魔法カンター優秀けど、これ弾き返した相手がさ、そのやっぱ使う技に、使う技だからさ、その得意な技だったりするじゃん。それで回復とかされるのは若干厄介だよね。正直魔法カンターで唯一の弱点って言ったらそこになるんじゃないかな。その貯水的なね、うん、貯水モンスターにハイドロポンプ打つみたいな、そんな感じでしょ。賢さめっちゃ下げるな。津波400、うーん、ソロか、そろそろメタエテキン TV か。アンカー強いな本当に。もう安心するわ、もうそのダメージ量見たら。で回復、ただなリベホとかリザを打ってもしゃあないよな。波紋絶対使ってくるもんね、絶対波紋使うもんなこいつ。ちょっと待って、そこまで回復するあれじゃないもんな。一回ここはうちのエースのメタルライダーくんにチェインとか貼らしてみようかな。あチェインも消されるか結局。うーん、結局消されてまうな。そうなるとガンガン生かすか、ガンガン生かそう。ギガスラッシュ292がちっぽけなダメージに見える、すごくちっぽけなダメージに見えるけど結構いいダメージ入ってるはずなんだけど。いいねいいねいいね、眠り効果、うーん眠り攻撃か。津波問題ない、アンカーナックル、うわー強い。うーん、道具めっちゃいいアイテムじゃんこれ。ダメだな、やっぱ回復が追っつかんな。デホイミ、ちょ節約気味でいこう。あけど賢さ下げられるから回復量めっちゃ下がるんじゃないかなこれ。260、まあまあまあいいか。転送ザバ転送、あこれ貫通、貫通する、ほほーほほー、デホイミ、あそうかそういうことか。じゃあ別に暴走期間とかがあればさ、魔法缶とかアタカンは正直怖くないよね。貫通させちゃえばいいだけだもんね。だってそうなるとそのテンション系も若干対策打たなきゃいけないか。うん、それこそ吸収攻撃、うん、気力吸収攻撃を倒しちゃった、特性にどっかに入れるってのもありだな。それでけどステータスが若干下がるってなるとあれだけどね、考えもんだね。またしても破れただと、仕方がない。おいゲス人間、このわしの持つ星のかけらはくれてやる、夢粗末に扱うでないぞ。あだす、あじゃす。最初のやつより弱かったよやっぱ守備下げられるとかの方がその何ギリギリの戦いになるから怖いね。
賢さ下げられると、だから呪文とかのダメージ量が下がっちゃうわけで、その相性が良かったね、うん、キラー魔人が魔法打たないから、エテロ大義だから。はい、サックサクだね。ルーラーで帰る。絶対こっちの方が早い。絶対こっちの方が早い。これ RTA だった。これ常識だから。DQMJ3RTA。裏表パート。これ常識ね。ここはルーラーで帰る。うん。海のスターピースか。知ってる。アンセスってね、泳げないのよ。あんたには隠してたみたいだけど、お兄さんとしてのプライドなのか知らねえ。でもね、和田摘みと戦った時のあいつは、そんな弱みを少しも見せず勇敢だったわ。あんたたちはやっぱり兄弟ね、そっくりよ。エイリアスだからって理由じゃない。うん。心のありようがアンセスからあんたに受け継がれてるのがわかるわ。泳げない。不死身のアンセスも海の前では赤子同然か。水本当にあれだね、マルコだ、マルコ。海落ちたら金槌になるし、不死鳥だし。よし、未完成のスターシードに海のスターピース、海のワンピースを無事に海組み込めた。うん、ラスト行こうよ、もう行こう。若干あれだけど、まあこれは範囲内か。満タンしよう。問題ないね。よし。うんうん、分かってるって。最後のアクセル持ってきたんでしょ。それじゃあ三水神の封印を解いてあげるわ。ついてきなさい。最後何？海、空か。次空。空ってことは空の王者でしょ。リオレウス。リオレウスか。ホアカリ。なんだろう。レティスとかそういう系じゃないの？レティスとかじゃないの？これでいいんだ。モンスターに乗ってなきゃこれ使えないもんだと思ってたけど、普通に行けた。